ホルチョナだよ。ミートピアパート12で合ってる？やっていきましょう。よろしくお願いします。最高。やっばね、アムちゃんめっちゃ可愛い。やっば、戦車で行くの？ちょっとこのメンバー歩き方特殊すぎない？さあ、アムちゃんの初戦闘です。え、本当に楽しみなのよ、私。とりあえず鼻切っちゃって。ナイスー。お、森が燃える、森が燃える。あ、いいね、ナイス。うぃ、全体攻撃。アムちゃん白くんの悪夢再び。お、なに、アム起きてなに今の技。そういえばそんなのあったね。あったあった。かわいいな。すげーかわいいな、アムちゃん。あ、頼んます。ね、おいけ。メガフラワー、花の生命力で仲間一人の HP を。おー、助かる。めっちゃかわいいな。アムちゃんらしい技来たじゃん。5人いる。口でっか。お、欲しがってるし。何、うスミレ。うわ、その腰に巻いてるのない方がいい。行こう行こう。この騒がしいメンバーで、サイレント騒がしい2人でさ、図書館ってやばくない？マジね、サイレントうるさいの私たち。ねえチュナ、何？タズナだよ。読めなかった。クラだよ。ムチ？ヒズメ？ムチはやばいな。やっちまったがあるわ。口でっか。せっかくかわいいお口にしたと思ったのにな。欲しいなぁ。うわ、ちょっとこれデートに行けないパターンじゃない？マコニャ頼んだよ。うん、食べて食べて、えらい。おい、なに、頑固頑固。なに我慢って、すっごい顔するじゃん。すげえ可愛いんだけど。えらいわ、本当にえらいよ。え、頼むよ、頼む、決めて、決めちゃって。ナイス、偉いよ、本当に偉いよ。やっぱデートも一苦労だね。どんな映画？長い映画。後ろにシセさんはいない？
これは終わったの。本当に長かったの。ああよかったよかった。悪夢すぎるわ。夢か。お花いっぱい見られるかな。この服お気に入りなの。聞こえない。そんな大きい声であれなのに。いや口が大きいからって声が大きいとは限らんけどさ。わあ緑がいっぱい。落ち着くでしょ。植物の匂い癒される。そうでしょ。日差しがあったかい。日光浴だー。わーい。他の客いないからできる技だぞ。お目目が可愛いね。誰か助けなさい。オムちゃん。さあこちらへ。あらヤッホルマルに突撃して刺さってますわよ戦車が。どんなあいつ。じゃあちょっとレベルを上げに行きましょう。うわぁ、ヒュー。なんで。なんでスライムゼリーにちょっと一を食らわせられることがそんなに嫌だったの。ここまでか。やばい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 、ほんとやばいほんとやばい。戦車最高だな。ナイス。会話してる。昨日はあんまり寝れなかった。どうして？ごめん、私うるさかった？チュナの寝言がうるさくて。やっぱりごめんね。みんな気づいてって。なんか辛い、いい夢だったなー。どういうことだろう。怖いなー。闇を感じる。あたしも聞きたかった。そのパターンで出てくるのもあるんだね。大魔王芝で凍っているんですか。そうだよ。勇気あるのですね。私も見習わないと。え、勇気ありそうだけどね。でも優しいよね。確かに戦闘見る限りこう弓打つ時もごめんねって言ってから打つ。優しいよね。うーなんかちょっと色が変わってこの唇になるだけでこんなに印象が変わるんだね。化粧って大事だわ。よいしょ。よいしょ。 OK。 あっ暗くなってきた。今日はまさか野宿ですか。おしゃべりしたいな。野宿なー。こうはどこどこう。それでね。うんうん。誰もいない物陰から。お前またこの話してんのか。鉄板じゃないか。キャンプの時の鉄板話にするなよ。視聴者は一回見てるんだよこれ。恨めしい声が。僕の顔がないでしょ。やめて。僕の顔はどこ。やめてってば。ほら嫌がってるじゃん。寝落ちしてるんだっけこれ。確か違ったっけ。
ほら寝落ちしてた。ちゃんと休まった？あんたい？かわいいじゃん。買ってきなよ。めっちゃ可愛くない？達也くんあれだね、武器はまだ2個目なのにじゃんじゃん服を欲しがるっていう不思議パターンじゃない？いや、ホルマルだからか。さあ、クソデカ宝箱です。いきますよー。じゃくじゅーん。この世界の宝箱って達也くんの服しか入ってないのかな。クリスマス終わったよ。武器の色とちょっとマッチしてるんだけど、終わったよクリスマス。開けます。うえー、ごめん。え、マジか。噂には聞いてたんだけど、こんなところにいるんだね。はい、やべえ的に出くわしました。本当にやばいらしいです。何がやばいかはわかんないけど、やばいとは聞いてます。頑張るぞ。あ、攻撃はそんなにあれだね。あ、硬いね。あ、硬いね。え、ちょっと何、誰が犠牲になるの？ちょっと？最高の弾を選んだね。あ、え、うそ、マジ？そういう感じ？えぐいなぁ。おいこい、やめてやめてやめて。誰誰誰、うーわ、みんなあと頼んだよ。これでチュナ何もできなくなるから、もう見守るしかないからね。おお、起きて起きてチュナ。うん、ナイスー、最高だよ。やっぱ達也くんが生き返らせて正解だったなぁ。あ、ちょっと待って、ほんとやめて。うーわ、やっぱりね。読んでたか、マコニャン。よいしょ。あー、よかったー。マコニャン、ごめん。キノコ生えてるみたい。しんどかったね。お、でも66な、あ、わざと66なんですね。あ、これは経験値にもお金にもならないから、本当に出会いたくないね。やってくれるわ、任天堂。よっしゃー、誰の？かわいい。あ、もうアムちゃん完成じゃん。もう完成したって。めっちゃかわいいな。大魔王柴猫はどこにいるんだろう。おそらく大魔王の城に。え、あいつ家あったの？東の果て、火山の頂上に彼の城があるのです。火山、とても恐ろしいところだとか。それでもあなたは行くのですよね？行かない。そうなのですか、ちょっとがっかり。でもやっぱり行くのでしょうね。暑いのは嫌だな、魚だから。ちょっと旅の最中なんだけどさ、やっぱりちょっと達也くんにマンドラゴラになってほしいの。だからちょっとさ、その強い防具のまま見た目だけ。気持ち悪い、なんだこれの生き物。
姫は幸せそうです。ふざけんなよ。僕も幸せです。よかったな。あなたは幸せですか。お塩取られて幸せじゃないよ。幸せだったらいいな。なんだこいつ、これもう額縁に入れて飾っとこうぜ。デート券4枚も買えた。自分で行けばいいじゃん。なんなの。牧場にレッツゴー。ちょっと今レッツボーって言いそうになったわ。落ち着け僕。あ、どん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 差が、あ、ちょっとやめて。え、なに、ちょっと、うわ、怖っ、モンスターだよ、モンスター。ちょっとちょっと、ほんとちょっと、もうね、ちょっとほんとやめよう、ほんとにやめようね、そういうのね、ほんとやめよう。いや、ほんとやめよう。ああ、よかった。ああ、よかったわ。どうしようかと思ったわ。牧場何がいるんだろう。牛？馬？ちょっと待ってよ。意味がわかんないけど。あのさ、初めての牧場デートなんだよ。空気読んでこない？深まったからいいけどさ。ローストグリフォン、なんか牧場行ってそれ持って帰ってくるの、ちょっとあれだね。怪物強かったね。勝てたのはチュナのおかげだよ。でしょ？アムのためにラブラブじゃねえか。やだもーってした今チュナ。やだもーって。え、今すっごい深まった。すごいこと聞いたな今。あ、やっぱトイレ行くんだ。あ、え、あ、やばいやばいやばい、引いてる、マクニャ助けてー。やばいやばい、無理ー。捕まった。釣れたのかな。見てる、こっちを認識してるよ、ちょっとみんな。ちょっとドキッとするね、これは。星座で聞きたいぐらいの話。苔で足元ふっかふか。苔で足元ふっかふか。苔ないように気をつけて歩こう。はっ、苔で苔る。親父ギャグ出ちゃった。不安だな。わかる。うーわー、ちょっとなー。バナナバナってすごいね。眉毛キリッとしてるわ。こいつも食べてくる系なのかな。わわわわわわ、踏んだり蹴ったりのアムちゃん。バナナしか食べないって。アムちゃんが言ったからさ、まだセリフギリギリ許せるけどさ、今のセリフは達也くんが言った。狙ってるのかな。うわ、ちょっとやめて。あ、やばい。バナナを返せ。ん、気付け笛。おかしくなった仲間全員を笛の音で正気に戻す回復前。すごい、
でもこのメンバーの中で一番おかしくなる確率が高いのはタズヤくんなんだよな。ん？行き止まりか。これプチちゃんにもらったあれ入らないかな。壁に穴が開いてるけどプチコイン入らない？ね、あ、そう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 、プチ石板。はあ、あーすごい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 、あーハッピーニューイヤー、やったー。ん、その顔やめてほしいわ。では引き続いて達也のモノマネをします。あー見たい見たい見たい、見よ僕のお花の美しさを。ちょ動きもやってほしかったな。似てる似てる。絶対似合うじゃん。いやじゃあちょっと涙出てきた。え、めっちゃ良くない？待って、かっこよー、やだー好き。ちょっとやばばばばば、ふんふん行きましょう。マコニャ見て見て、何見てたの？聞こえない。もうそれがいいよマコニャ、何見せたかわかんねえもんな。はあ、ドキドキ。準備運動始め。あ、これシャララーンじゃん。シャララーン、もしくはシュンチーシュンチーの動きだね。準備運動終わり。あ、海に入って、海に入って、好きなのかな。マジかっこいいマコニャン。え、もう一回行こう。もう一回行こう。ほら周りも赤くなってちょっとやらしい雰囲気出してくれてるじゃん。ね、さすがチュナ。そう言って離れていくのね。ドキドキ。え、え、あ、何？あ、ごめんなさい。かわいいじゃねえかお前ら。かわいい。ガガガギギ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 ギ。言うけれど、この薬美味しさも極めている。このお薬毎日飲みたい。おや、私は美食家美月、最高の料理に感動しています。この感動をぜひあなたにも。ありがとう。あ、なんかすんごいのもらったね。 なんで毎回3人分なの美月。ありがとう。ボナペティ、ボナペティ、ボナペティ。東の門は閉じられてるの？はい、強力な魔法で封じています。あ、でも大魔王を追うのなら魔法解きますよ。うん、お願い。まずはお姉さんを助けないと。三姉妹が揃わないと解けないのです。そうなんだ、よし頑張ろう。はい、ふん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 。あ、マコニャを鳴らした。お、七星姉さん。ああ、このパターンはそうですよね。七星さんも顔が取られて。ああ、ほうほうほわー。
何が来るの？あ、かわいい。待って、めっちゃかわいくない？めっちゃかわいいんだけど。7欲しい袋。めっちゃかわいいな。え？いい天気だな。マゴニャン、誰か助けなさい。アムちゃん、アムちゃんありがとう。ありがとうアムちゃん。いつもと戦闘中ですよ。戦闘中です。気付け笛だ。吹かないで欲しかった。すごい顔するじゃん。いや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 、それで好きかもって言われても、俺がぼーっとした時に達也が笛吹いてくれたよね。すごい顔で好きかもってこと？あ、やばい。同じこと言ってるわ。すげえ役に立つじゃんこのしつけ笛。戦闘中ですよ。う、あ、それは困る。今日のご飯は何かな。あ、違って、いい天気だな。これはまずい。本当にそれで手伝える？大丈夫？見てるだけだよそれ。あ、手伝ってるわ。それドキドキするよね。今日のご飯は何かな。いいところ見せたい。行きますわ。その顔でやめて。スラッシュ。手伝うね。一応ぼーっとはしてるけども。あ、ナイス。えらいえらい。七星さんお待たせ。あら、ありがとう。二人ぼーっとしてるんだよな。ポン。あー、帰ってきた。お綺麗ですこと。改めまして七星さん、参戦ありがとうございます。大妖精長女七星。 BGM めっちゃいいな。どうなっちゃうかと思ったわ。姉さん、あら、そう、大魔王を追って東へ行きたいのね。いいわ。それじゃあ東の門で待ってるわね。行きましょうか。うん、もうすごい、お尻プリプリしてるわ。えっち、待って姉さん、ありがとうございました。こう、力強かったよ、ありがとう。ちょっと寂しいね。やどやや、どや。ね、裸に見えるの。本当に本当に裸に見えてびっくりするのよいつも。あ、会話してる。たらーん、おーもーん。絶妙な。二人にライブ開いてほしいな。ちまるわ。はいはいはい、ここが開くのね。わあ、素敵。三人揃うと本当に素敵ね。あと BGM マジで素敵。ふふ、やっと来たわね。それじゃ始めましょう。はい、はーい。魔法ってこうやって使うの？エルフってなんか大変だね。
マジで今ので開くんだね。毎回あれ踊らなきゃいけないの？すごいわ。東の門が開く。ハッピーニューイヤー。お前待ってたの？ねえ、外でダンスの歌聞いてたんでしょ？ねえ、外で聞こえてた音楽。投資能力とかでさ、ダンス見てたんじゃない？うはははは。すごい待ってたね。そんな絶望的な子。そちらから開いてくれるとは。バカな奴らだ。はわわわわ。うはははは。キャー、これでだ、あーなるほどね。顔がなくても踊れそうだけどね。これで大妖精の魔法を使えなく、あーなるほどね。あ、ワクワクって見えた。クククク、今度こそ村の奴らの顔をいただくぞ。うはははは。じゃーん、ちょんぼりしてる。アフター、あー、また油断しちゃった。私たちはこの子を連れて村に戻るわ。失礼します。やっぱ一人で歩いていけるじゃん。うわー、え全員取られてない？着いた時には村はもう、大魔王は満足して帰ったようです。私はみんなを助けに行くわ。あ、ね、ついてくるの？もちろんもちろん、嬉しい。ありがとう。こっちのセリフ、うわ、頼りになる。コウは村をお願いね。はい、姉さん、では、行きましょう。頼りになる。マジで全員取られてる。あれ、なんかかわいそうだよ。大魔王のやつ、なんで私の顔を取らないの？この美しい顔のどこがいけないのよ。いや、本当だよね。自分だけ取られないとかすごい悲しくない？大丈夫だよ、きょうちゃんは美しいよ。あ、よかったね。ぐったり。なんだか村が静かになったな。これでゆっくり昼寝できるよ。すやすや。トキさん、よかったね。あー、あ、姉さん無事でよかった。まだ村から出てません。村は大丈夫？まだ村から出てません。はい、今のところは。でも大魔王がまた来たらどうしよう。その時はその時よ。行くか。